島県南相馬市の海岸で開かれた子どものためのサーフィン教室に小泉進次郎元環境大臣も訪れ、福島第一原発の処理水について安全性をアピールしました。南相馬市の海岸で開かれたサーフィン教室は、子どもたちにサーフィンを通して地元の魅力を知ってもらおうと地元の有志が初めて企画したものです。海岸には自民党の小泉進次郎元環境大臣も訪れ、一緒に海に入ってサーフィンを楽しみました。そして波乗りの後は、昨日水揚げされた常磐もののヒラメの刺身を堪能しました。身をもってね、少しでも福島の海の魅力、それとこの処理水のことで一部の国内外の人たちから言われなきことを言われてますけど、全くそんなことないっていうのを少しでもお伝えできればっていう、そんな思いですね。処理水をめぐる根拠のない批判に対し、処理水の安全性をアピールしました。